皆さんこんにちは、アンリーシュの優香です。今日は医療的ケア児エピソード第2弾、胃ろうからの注入についてご紹介いたします。胃ろうって何かなってわからない人は第1弾で、うちの娘の胃ろうの様子をご紹介しているので、そちらをご覧ください。今日はその娘に入れている栄養物をご紹介したいと思います。こちらがなおちゃんのご飯、エレンタール P、 通称エレピと呼ばれる栄養剤になります。なおちゃんはなかなかこう普通の食材から栄養を取るっていうことは難しいので、こういったすでにこう成長に必要なものが全て入っている医療用の栄養剤を飲んでいます。でうちはこのエレピをもう3年ぐらい飲んでるんですけれども、こういった栄養剤ってたくさん種類があって、他にもこうラコールとか塩シワとか皆さんそれぞれ体調に合わせていろんなものを飲んでいます。このエレピはですね、こう一説によると NASA が宇宙食にこう持っていこうっていうを検討するぐらい完全栄養剤で、こう必要なものが全て入っている食事というふうにも言われるものです。じゃあ早速ね、これを使ってなおちゃんのご飯を作ってみたいと思います。ゴーはい、こちらがなおちゃんのご飯を作る時に必要な道具一式になります。まずメインのご飯のエレンタール P で、エレンタール P だけだとビタミンだったり脂肪分っていうのが足りないので、こういったサプリメントを飲んでいます。あとはこの MCT フォーミュラですね。ちょっとこう特殊なミルク、これ普通に Amazon で買えるんですけど、脂肪分多めのミルクを飲んでいます。でこちらが、必要な道具で、ミルクを作るのに必要なビーカーとお湯の量を測るはかりで、こちらが胃ろうにセットする時のボトルとチューブになります。ではこれを使いながらなおちゃんの1回分の食事を作ってみます。それでは早速作っていきたいと思います。でこの基本エレンタール P は粉剤なので、これを規定のお湯で溶かせば完成します。うちの娘の場合はこのエレンタール P1 袋を 492ml のお湯で溶かして今から作っていきます。はい、今じゃあお湯をはかりの上で 492g 測りました。で492ってすごい微妙で、今これ 497g なんですけれども、私はよくちょうどの分量にするためにちょっとこうシリンジで最後お湯を微調節して、よいしょ、今492ですね。こうやって 492g 測ります。じゃあ 492g 測ったらエレンタール P を入れていきます。これはもう本当に粉なので、粉をホットケーキミックスみたいなね感じです。次にこのビタミン剤を入れます。なかなかエレンタール P だけだとこう足りない栄養素もあるので、こういうのをこうやって補足していきます。次にこのセレンという、微量元素を入れます。これはですね、こういったカプセルになっているので、カプセルをこう外して中身だけ入れています。これで全て材料が入ったので、混ぜてダマを溶かしていきます。でここでダマが残っちゃうと、ミルクをこうセッティングして注入する時に詰まってしまったりするので、ダマが残らないようによくかき混ぜます。お湯はね40度ぐらいがちょうどよくて、あんまり熱すぎると本人もすごく飲みにくいし、低すぎると粉が溶けにくいので、ちょうど40度ぐらいで作っています。はい、これで完成です。で先ほど作ったミルクをセッティングした状態がこちらになります。こういった注入用の専用のボトルがありますので、そのボトルに入れて、うちの場合はこういった機械を通して娘のお腹に栄養剤が運ばれていきます。で実際にこう娘が栄養剤をこうお腹に入れている様子は前回動画でご紹介したので、ぜひそちらも見てみてください。今日はエレンタール P の我が家の作り方をご紹介いたしました。この動画が少しでも役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のケアでお会いしましょう。バイバーイ。